ステージはスプリングスタジアムです。柱にある電光掲示板にはさまざまなアームズファイターが映し出されます。ここの特徴は何といっても左右にせり出しているジャンプ台です。ジャンプ台に乗ってジャンプボタンを押しますと、こういうふうに高くジャンプすることができるんですね。ジャンプ中には相手に対する攻撃力が発生します。そしてスプリングスタジアム上方にあるこの梁も一つの特徴になっています。ここに吹っ飛んだ相手がぶつかることがあるんですね。こうやってそしてこんな風にコンボを決めたりして、いろんなアクシデントを生みますが、例えばぶつかった瞬間にとりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてもらえればと思います。そしてアイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。アイテムは出てきただけではダメで、ちゃんと落とさないと自分のものにならないので気をつけましょう。それでは、一通り説明をしましたので、これから実践に移りたいと思います。